この時間は映画評論家町山智弘さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします、はい、町山さん、エブエブ見ましたよ、映画館で。よかった。はい、拝見いたしました。あのね、町山さんの解説とアカデミー賞を総なめしたみたいなのを聞いてなかったら、正直初見で見てたら、はい、30分ぐらいもうカオスすぎて、とんだ B 級映画を見てしまったなみたいに思ったかもしれません。あそこから ね、なんかね、どうするんだろうみたいな。すごいですね。よくあれ、町山さん解説してくださいましたね。いやだってね、まあ、お尻の穴にいろんなもの入れたりとか、そういうギャグが延々と続きますからね。本当ですよね。とんだこれはっていう風になってしまうところでしたよ、うん、ね。まあ、コントみたいな感じなんですね、基本的に、ね、そうです ね、うん、ね、最初笑ってんだけど、うん、でもね、途中から泣かせるんですよ。あのね、そうですね、うん、深くは言えないですけど、岩が良かったですね。そう、あの石ころがね、石ころがね、うん、ね、はい、本当にもう母と娘の愛はね、ね、もう次元を超えるという話ですね。そうですね。お尻になんか物いっぱい入れるって話か。そこに行けます、ちゃんと。いや、そうなの。だから最初の方が どうして行くのかな。うん、何のこっちゃっていう感じなんですけれど、そう、それ行っちゃう。指がソーセージになってる世界とかね。ね。本当に、ね、うん、だからマルチバースの話も聞いてなかったら、もう最初全然ついていけないから意味が分かんない状況になっちゃって。だから町山さん、あれ何の情報もなく一番最初にご覧になった時、はい、ええみたいな感じではなかったんですか。あ、僕はあの同じように頭がカオスなので、あの連動しますんで、スムーズにシンクロしてる、はい、もうそういう頭の中なんで全然大丈夫でした。はい、普段からああいう状態です。はい、はい、でも、まあ、あれ要するに自分自身に別の人生があったかもしれないってことを常に考えてる状態っていうのはもしあったらおかしいじゃないですか。うんうんうん、でも僕はそれに近いんですよ。喋ってる時とか人と会ってる時も突然考えなんで関係ないところに話が頭の中で行っちゃう時があるんで、うん、まあ、似たようなもんですね。はい、話してる時も僕も結構そうじゃないですか。いやいや、町山さんはちゃんと、うん、途中でどっか飛んでっちゃったりとかしない、うん、ないような気がしますけどね。これはディレクターの人がいつもね、僕の話を聞いて台本にまとめてくれるんです。あ、なるほど。うん、実はあの前日に僕は話すんですよ、うん、明日はこういう話したいっていう、うんうん、でそれは点々バラバラだったり、うん、その時思いついたことに話がそれたりしてるんですけど、うんうん、ちゃんと毎回ディレクターの方がまとめて筋が通るように直してもらったものを送ってくれるんですよ。ああ、そっか。一回ちょっと人に話すことで整えてみたいな。そう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 、うん、だ僕例えばこういう傾向があるんですけど、ある映画について話してくれ、ある俳優の話をしだすと、その俳優の背景とかに話がどんどんそれてっちゃったりするんですよ。ああ、そうか。そうですよね。知識の層がね、たくさんあるだけにね、うん、枝分かれして、違う方向に枝分かれしていっちゃう感じなんで、うんうん、これはね、台本ないと言っちゃうんですよ。なるほど。そっか。だから、うん、でもライブバージョンの時、ライブでね、うん、こう町山さん映画イベントの時は、うん、そこの派生がみんな楽しめるから、うん、いいけど、このね、時間が限られてなかったら、いやいやいや、20分ですからね、本当に、うん、そうですね、1時間ぐらいだと話が横へそれてってもなんとかね、戻したりできるんですけどね。そう、それでまたね、はい、筋がこう厚みができて、うんうん、ああ、この映画ってなるっていう楽しみ方もあるけど。うんうん、このコーナーはね。そっか。そう。いや、もうちっちゃい頃からね、僕が話してるとき、相手が突然目が点になって、何話してんだろうっていう顔になるときがね。マルチバースだったんですよ。でもそう、そうだったとしたら、あの世界観にはすごい受けやすいでしょうね。そう、うん。もう基本的にああいう頭の中なんで。はい。もうしょうがないんですよ、本当に。もう苦労してますよ、人生。いや、はい、楽しいですよね、でもね、いろんな世界に行けるんですもん、一人で。いや、だって、その場に心がない状態になったりしますからね、僕は。ああ、目の前で、そっか。どっか移動してるから。帰ってきて、町山さん、みたいな。そう。その人と話してるときに、ある人に、例えばスター・ウォーズの話をし始めるじゃないですか。はい、うん、と、その人が目の前にいても、頭の中完全にスター・ウォーズの世界に行っちゃうんですよ。へー。そういう人が多いと思います。楽しいよね、はい、本当ですね、うん、相手を忘れてしまいますんで、はいはい、すみません、はいはい、だから僕はね、あの世界非常に、まあ、監督のね、うん、ダニエル・
クアンって人もそういう人らしいんですよ、僕直接話聞いたんですけど、そう、だからね、似た者同士なんだなと思いましたけどね。ね、そうだ、あれだからお母さんがね、はい、あの主人公のお母さんがね、あの私はもしかして香港にね、残ってれば大スターだったかもしれないって言うと、そのことに想像がバーッといっちゃうわけですけど、うんうん、現実には普通に、まあ、税務署行って申告してる時にぼーっと他のことを考えてる状態なわけですよ。学校でもそうでした、はい、僕は苦労しました、はい、という話なんですが、あと何週ですか、火曜日はもう今日入れて2週ですからね、あと、まあ、来週がラストですね、はい、じゃあ来週は最後だ、はい、本当にね、あっという間でしたね。本当ですね。ね、うん、最初確か始めたところ電話で話してましたよね。あ、そうそうそうですよ。電話でしたよ。だから今だとこう一応ねオンラインって言いますか、画面で、ね、見れるようになったんですね。お顔も拝見できるんですけれども、当時はお互いなんか聞こえてるのか聞こえてないのか、そうそう、届いてるのかみたいなね、そう、ちょっと手探りでしたね。ね、うん、時差も結構あったしね。そう。あったあった、ね、ありましたね、話はぶつかるし、今だって顔見えたりしてますからね、うん、そうなんですよ、普通に会話してると一緒ですもんね、ブース中で。いやだから電話でお話してて、町山さんがなんかお仕事でレストランの中から電話されて、あった、喋ってて、なんかウェイトレスさんがね、注文取りに行く、注文取りに行くみたいな音声が乗った時もありましたもんね。ありましたね、電話だったからね、うん、はい、科学が進んだですね、このわずかな頼むの中から間で、うん、ねえ、まあ、それと全然関係ないんですが、はい、今回話する話が、はいはい、あ、関係あるかちょっと、うん、はい、ですね、まあ、配信ものばっかりになりましたね、紹介する映画もね、うんうんうん、前は配信なんかなかったですからね。そうですよね、そうだ、 DVD で見てましたよ前は。そうですよ。で、で今回も配信ものなんですけど、うん、はい、U-NEXT というところでね、日本では配信がもうすでに始まってる、ドラマというかシリーズなんですけど、ドラマじゃないな、まあ、番組ですね、うん、について紹介します、はい、リハーサルというタイトルなんですが、うん、副題がネイさんのやりすぎ予行演習っていうね、ネイさんってお姉さんじゃないですよ、ネイさんフィールダーっておっさんなんですけど、はいはい、この人コメディアンでね、で今まではね、なんていうか視聴者の依頼を受けて、例えばあの人気のない喫茶店を盛り上げるとか、そういうね、昔あのたけしので元気が出るテレビってあったでしょ。ありました、はい、ありましたね、見てました、ね、商店街盛り上げようとか、はい、そういうのやってた人なんですけど、この姉さんって人は、うんうんうん、でね、大問題になっちゃって、近所にスターバックスができたんで、客が入らなくなった喫茶店を盛り上げるために、その喫茶店をスターバックスにしちゃうっていうのをやったんですよ。でただスターバックスの全くそのままのロゴなんですけど、ちっちゃくダムって書いたんですね、ダム、うん、DUMB って書いたんですよ、うん、ダムスターバックスってのはくたばれスターバックスって意味なんですよ。うわ大問題よ。でもこれ写真がありますけど、本当はそっくりっていうか、ロゴそのまんま上にダムがついてるだけ。さ、すごい客が殺到しちゃって、おもけっていうね、バカげたことをやってた人なんですけど、で今回のそのやりすぎ予行演習リハーサルっていうのは、うん、なんかこれから大事なことをやらなきゃなんないんだけども、うまくできるかどうかわからないからリハーサルをしたいっていう人に、うん、そのリハーサルする、まあ、というか状況をセッティングしてあげるっていうね、うん、まあ、番組なんですね。あ、じゃあそういう一般の方にのために、一般の人なんですよ、うんうんうん、で、ある人はね、まあ、おじいちゃんの、その、まあ、遺言があって、その遺産を相続することになってるんだけど、うん、その兄弟のね、片割れがね、その自分が金遺産目当ての女の子と付き合ってたら遺産を相続させないって言って今揉めてるんだと、うんね、でだからその、兄弟を説得したいと言うんですね、うんうん、でその兄弟を説得する話し合いをする練習をしたいってことで、その自分の弟かな、兄貴か、それとそっくりの、俳優を、自分の話し相手にして、その人のね、で説得するんだけど、それだけじゃなくて、その説得する場所の、うん、例えばそのファストフード店なんですけど、うん、ファストフード店を実際に作っちゃうんですよ、スタジオの中に。本当にセットみたいに、セットで、うんうん、そうで、お客さんとか従業員もちゃんと俳優を雇って、うん、そこで何度も練習させるっていうね、リハーサルを、
と非常に奇妙なことをねやる番組なんですけど、うんうんうん、ですごいのは44歳のアンジェラという女性が、うん、そろそろ子供を持ちたいんだけれども、うん、育てる前に練習したいんだと。練習したい、うんうんうん、っていうから、うん、子育てのリハーサルをやるんですよ。どうやって？1週間に3年分だけ成長するように子役を集めるんです。ああ、じゃあその年代全部を経験するってこと？子育てを。そう、子育てが終わるまでを経験したいって言ってるんですよ。でもささっと終わらせないとリハーサルにならないから、はい、1週間に3歳ずつ成長して18歳まで経験するっていうリハーサルをするんです。だからだいたい3日に1歳成長するんですね、うんうんうん、そうするとその1歳ごとに違う子役に入れ替わるんですよ。はあ、まあそうですね、うんうん、ね、でところがそこから問題が起きるんですね、うん、赤ん坊の時は、うん、その法律で児童福祉法があって、うん、4時間以上出演させちゃいけないらしいんですよ、アメリカでは。だから赤ちゃんを4時間演じたらその赤ちゃんを4時間おきに取り替えなきゃなんないんです。でそのこのお母さんがこうよしよしよしってやっててで、ね、うん、でスーパーに買い物に行って車に荷物を置いてる間にその隙を縫ってその赤ちゃんのそのなんていうの、椅子にあるじゃないですか、車に乗せる椅子をピサッと取り替えるんです、別の赤ちゃんに。チャイルドシートごとみたいな、うん、シートごと、うん、そうそうやって、あと夜寝てる間も取り替えるんですけど、うん、あと、アメリカでは夜7時以降は子供を働かせることはできないんですよ、児童福祉法違反になるから。だから夜7時以降は赤ちゃんはロボットになるんですよ。ロボットに入れ替えるんですよ。でそういうことをやるという非常に奇妙な番組はこのリハーサルなんですよ。手間暇はすごいですね、これね。じゃあものすごいお金かかってます。びっくりしちゃった。だって俳優だけでもすごいですからね、うん、そうですよ ね、うん、でまたその要するに子役が何十人もいるわけですよ、うんうん、すごい数で、はい、お金がとにかくかかってて、であとこのアンジェラっていうお母さんがやっぱりシングルマザーで子供を育てるっていうのは良くないと思うから、私はね、うんうんうん、だから旦那が欲しいと、うん、でその旦那さんを探すんですけど、うん、その旦那さんにこれは実はテレビ番組で子育ての練習をするって番組なんですよと、うん、ね、うん、でそれでもあなた出てくれますかって言ったら一人が、あ、いいよって言って出てくれるんですけど、うん、それでその家に一緒に泊まるんですが、うん、夜泣きがすごいんですよ、うん、ロボット、うん、ロボットだけどこれ姉さんがスイッチ入れてるだけなんですよ、裏でリモコンで。ああ、そっか、まあでも練習だからね、それは夜泣きもあるから、うん、夜泣きさせてるんですけど、はい、でもっとやれもっとやれっつって夜泣きさせたらその旦那候補が逃げちゃうんですよ、うん、ね、で逃げちゃったからどうしようってことで、これだと番組うまく続かないから、姉さんが僕が自分で父親やりますっつって一緒に暮らし始めるんですよ、そこで、父親役で、うん、でその一方で大量にその俳優が必要なんですね、うん、そのリハーサルをするためにね、うん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 、だからそのロサンゼルスとかハリウッドで俳優がいっぱいいるから、そこで俳優学校みたいなことをして俳優を養成するんですよ、彼が。え、そこまでするの、うん、そこまでするんですよ、うん、でそこでやってる時にその、まあ、ファストフード店で働く人っていうのを俳優たちを養成すると、ファストフード店で働いたことない人はわからないわけですよ、やり方が、うんうんうん、だまず君たちファストフード店で働いてみてって働かせるんですよ、うん、でところがある特定の人のそのモデルを見てその真似するっていうことが重要なんだって言って、うん、であるファストフード店で働いてる人を俳優に真似させようとしたらうまく真似られないんで、君はだって家に帰ると普通の俳優の人として生きてるでしょうと、うん、それじゃダメだから、そのファストフード店で働いてる人の人生を調べたから、その人と同じアパートで全く同じように彼が実はそのルームメイトと一緒に暮らしてるから、ルームメイトと君は暮らさなければその人になれないよって言って、その人暮らさせるんですよ、姉さんが、うん、そうすると姉さんは逆に俳優ってどういうことを考えてるんだろうと思って、その別のアパートに引っ越した俳優のアパートの鍵をもらって、うん、彼は
その俳優のアパートに住んで俳優としての人生を体験してみるんですよ、うん、なんか何もかもがすごい実験的な番組ですね。何もかもシミュレーションになってるからわけが分かんなくなってくるんです、見てるうちに、うん、どこまでが本当でどこまでが演技なのか、どこまでがシミュレーションなのか事実なのかがだんだん見てるうちに分かんなくなってくるんですよ。これあそんな錯覚してくるようなものなんですよ。だからこれすごい怖いんですよ、うん、見てると、うんうんうん、でそうやってるうちに、あしまった、俺アンジェラっていう人と子育てやってんだって思い出して、姉さんが、うん、でそっちに帰るんですよ。それオレゴンなんですけど、うんうんうん、でオレゴンに帰るともう子供も15歳になってるんですよ。はい、うん、あの設定上ね、1週間に3歳ずつ年取るから、うんうんうん、ね、でそこで考えるんですよ彼は、うん、僕は何年も家を空けてたことになるぞと、うんね、うん、で子供がいるのに何年も、ね、その子供は思春期なのに、うん、家を父親が空けてたら子供はどうなるだろうってことで、うん、その子役の人と相談するんですよ、うんうん、どうなると思うと、うん、そしたらグレるんじゃないかなって話になるんですね、うんうん、じゃあやっぱこれグレないとリアルじゃないよねって言って、うん、子役がグレるんですけど、うん、ですごいのがね、グレるって言っても普通のグレ方じゃないんですよ、アメリカですから、うん、はい、ヘロインとかコカインとかをガンガンやるんですよ。わー、悪いくれ方、うん、で過剰摂取で死にそうになったりするんですよ。リハーサル、すごい世界ですよこれ、うん、でもね、基本的にこれコメディアンの人なんで、うん、バカバカしいところもすごく多くて、うん、その彼女はね、私は自給自足の生活がしたいから庭で、野菜を育ててね、うん、それで暮らすことにしたいのって言うんで、うん、そのまあ、彼と一緒に庭で慣れない庭仕事して畑を作るんですが、うん、さっき言ったみたいにその1週間に1年かかる、ね、うん、だから1日に実際は100日過ぎるんですよ、うん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 、ね、うん、そのレベルでやってるのに、畑に植えても半年ぐらいかかるじゃないですか、野菜って。そうですよね、うん、だから野菜をその彼らが寝てる間にスタッフが畑に行って野菜を植えるんです、野菜を埋め込むんです、収穫ができるように。ただこのスタッフが大ボケなんで、うん、スーパーに行って買ってきた野菜を畑に植えるんだけど、畑になってる状態が分かってないので、このスタッフが大ボケで、うん、ピーマンとかナスとか地面に刺してるんですよ、こうやって。そんなズッキーニとか、うんうん、そんな風にはね、なってないんだけど、うん、畑で、うん。で、それをね、回収、うん、なんていうの、収穫して、ああ、よくできたとか言ってるんですけど、アホかっていうね。ラベルついてたりするんですけど、野菜に。はい、そういうね、もう異常な、番組なんですよこれ、うん、これ番組としてね、どういう成立の仕方なのかが、難しいですね、うん、すごいのね、うん、途中で15歳に育った彼にグレるっていうのやったら、それ、うん、要するに、まあ、やりすぎちゃって、うん、ヘロインの過剰摂取で死にそうになって警察呼んだりするんで、うん、これはやりすぎたって姉さんが言うんですよ、うん、やり直そうってリセットして6歳からやり直すんですよ子育てを。俺もね、うん、それ実際にできねえよそれっていうね、うん、で6歳からやり直して今度はもうみっちり、ね、子供と一緒にいようと、ね、うん、前はちょっと何年もほったらかしにしたからって、うんうん、もうめちゃくちゃ可愛がるんですよ6歳の子、うんうん、で今度はそしたら1歳ずつ年取らなきゃならないから別の子役に変えなきゃいけないんだけど、うん、その6歳の子役の子がそのセットから出ようとしないんですよ、ほん、で姉さんのことをパパパパって言うんですよ、ね、で、うん、君も役割終わって別の子役に入れ替わったんだから君は落ち着かないとダメだよって、もうパパの変なこと言わないでって言うんですよ。いやなんかちょっと、ね、怖いような切ないような、なんか怖いでしょこれ、不思議な世界です ね、その子役のお母さんにどうしてこんなことになっちゃったんですかって、いやうちお父さんいないんです、あらら、あだから本当に姉さんさんあなたにパパになってほしいんですよ、うん、っていうすごい展開になってくんですよこれ、うん、これはねえ、うん、テレビ番組ですもんね、テレビ番組ですよこれ、
ただこの番組の恐ろしいのは何もかもやらせだから、うん、どこまでがやらせなのかわからないんですよ。これはそれで番組側も明かしてないんですよ一切。で見た人たちはみんなアメリカで何なのこの番組や見ながら泣いたりしたけど今のは本当だったのか嘘だったのかわからないってなってるという、ね、本当ですなんか混乱ですね、うん、すごいもう頭ぐるぐる回ってくる番組なんですけど、なんか映画でトゥルーマンショーでしたっけ、なんかあのトゥルーマンショーで自分だけがあのセットの中で、うん、あとみんなちゃんとした役者さんたちが自分の人生を一緒に彩ってたっていう、なんかその錯覚みたいな、そうそうそう、なんかそんな感じが今聞いててしましたけど、そんな感じなんですよ。それをすごくお金かけてやってて、これすごいなっていうね、うん、まあ、番組なんですが、だから子供がどんどん年取っちゃうっていうのはね、うん、リアルですね、うん、そうですね、リアルだなと思って、姉さん何をやろうとしているのかって、ね、姉さん何お前何を求めてるんだっていうね、本当ですね、とんでもない番組でみんな見ながらね、うん、いろいろ考えるといいと思います。これはどこまでが本当なのかっていうのをね、頭抱えながら見る、まあ、番組がこのリハーサル姉さんのやりすぎ予行演習で、はい、現在 U-NEXT で配信中です。うん、はい、いやテレビ番組ここまで来たんですね、うん、日本でのタイトルがそう今おっしゃったようにリハーサル、ネイさんのやりすぎ予行演習ですね、うん、ね、練習ってあの間違えて言っちゃったんですけど、演習ですね、予行演習でございました、です、ね、はい、現在 U-NEXT にて配信中です。はい、町山さんありがとうございました。どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び